ヒマラヤ桜はバラカ桜族の樹木。桜の野生種の一つ。英語圏ではワイルドヒマラヤンチェリーとも呼ばれる。東アジアに見られる落葉性の樹木である。ヒマラヤが起源と考えられており、インドのヒマーチャルプラデーシュから中国南西部ビルマなどに見られる。海抜1200メートルから2400メートルの鉱山の森に生える。また、 桜自体もヒマラヤ近辺が原産と考えられている。ヒマラヤ桜は高木であり、大きなものでは30メートル程度に育つ。花は11月から12月の冬に咲く。花は私有良生であり、桃色から白色の色をしている。滑らかな樹皮をしており、卵形の実をつける。実は黄色から赤に変わっていく。花がないときは艶やかな樹皮と高さ、 ギザギザの葉によって特徴を付けられる。この木はよく乾いた水を含みやすい、ローム層の土壌で広く生息している。土は石灰を含んでいるとより育ちやすいが、あまりに多く石灰を含むとクロロシスを起こす。開けた日当たりの良い安全な場所を好む。多くの派生種のように浅く根を張っており、根が破損すると旧枝を出す。また、 奈良竹科のキノコに感染しやすい種子は、発芽に2から3ヶ月間の冷たい草加が必要であり、冬の早い時期に冷たい土に埋めると発芽しやすい。発芽までにとても時間がかかり、場合によっては18ヶ月以上かかって、ようやく発芽するものもある。果実は15ミリメートル程度に育つ。生で食べることも料理することも可能である。種も生殖可能で、料理にも使われる。 また、幹からガムを得ることができる。ガムのドラガカンとの代用品として使われている。食用以外では、身や葉が濃い緑色の染料になる。また、ネックレスやロザリオの製作に種を使用することがある。木は硬く強く、香りが良く、長持ちするために材木としても好まれており、枝を杖として使用することもある。日本には、ネパール王室のビレンドラモト国王から贈られたものが、 熱海市の静岡県立熱海高等学校のノリ面に植樹されている。これは1967年、東京大学に留学していたビレンドラ皇太子に、日本の熱海の植物ともの貝が桜と梅の種を、献上し、その返礼として贈られたものである。このほか豊橋市の不問寺、品川区立弁天通り公園、戸越公園、 大阪府水田市南高浜町の川園緑道などにも存在する。その他に酸化炭素や窒素酸化物の吸収率が高いとされ、地球温暖化対策の材料の一つとして注目されている。ただし、鉱山に慣れた特性から、日本の高温多湿の気候風土には馴染みにくく、世話が必要になる。2009年12月19日産経新聞長官。 ありがとうございます。